その人たちの生き方みたいなことがなんかいい刺激になったらいいなっていうのが、まあ、最初のスタートのきっかけですかね。でも僕がまあ社会でいろんな人に影響を受けたりとか、まあ、お仕事ですごく面白かった人にやっぱ大学に来てもらって話をしてもらうってことがもしかしたら僕にできる唯一のことかなと思って、アスリートからミュージシャンからそれからアーティストからグラフィックデザイナーから放送作家まで本当に学生だったらこういう人に来てもらったらいいなっていう夢のラインナップっていうか、僕の学科が空間演出デザイン学科って学科なんですね。空間ってすごく重要だと思ってて、空間っていうのはなんか色や形ではなくてそこのムードだと思うんですね。でそのインスティゲーターっていう空気のムードをやっぱりすごく完璧なものにしたかったので、僕にできる一応最大限のことをやろうと思ってやってるのかなと思いますけど。